皆さんこんにちは、劇団ムーンの月部です。みのすけです。ということで今回は夜の大人ディズニーを楽しめるスポット、こちらを紹介していきたいと思います。はい。いやもうディズニーシーって雰囲気最高じゃないですか。もうすごいよね。もう本当に作り込まれてる世界観で、もちろん日中も素敵なんですけれども、夜のディズニーシーっていうのもまたたまんないっすよね。破壊力がすごい。そんなに破壊はしないと思うんですけど。あ、そうか、表現が違ったね、はい、ちょっとね。壊滅的な綺麗さだよ。もうなんか壊してばっかりじゃん。そうかそうか。芸術は爆発的な考え方ですか。そういうことにしよう。まあ、夜のディズニーシーの雰囲気最高なんですけれども、うん、やはりディズニーというと人が多いというイメージもありますよね。どうしてもね。その中でも今日はね、人がとても少なくて世界観に浸れるスポット、こちらがねアメリカンウォーターフロントには山ほどあるんですよ。山ほどある。いや丘ぐらいですかね。ちょっと言い過ぎちゃったかもしれない。丘ぐらいって言っても丘も結構でかい。まあそうですね、うん、ということでね、そちらを紹介していきたいと思います。はい。まずはですね、マクダックスデパートメントストア、ダッフィー&フレンズのグッズが売っているお店ですけれども、こちらを正面に見ていただいて右側、はい、エレクトリックレールウェイの線路の下のスポットですね。はい。こちらね、かなり人が少ないと言いますか、隠れ家的なスポットになってるんですよね。うん。ここは突き当たりとなってるので、はい、なかなか立ち入らない場所ではありますよね。もう目的がなければ通ることがない場所だからね。もう夜に行った時もね、見てくださいよ、一人も人いなかったですから。そしてね、ベンチもたくさん置いてありますからね。うん。人通りの少ないところでね、ゆったりと時間を楽しむにはね、うってつけの場所だと思いますね。いやー、ほんとそうだよね。一日パークを歩き回って、はい、疲れたお父さんに、うん、またはちょっと静かなところで二人で話したいというカポーに、あ、カップル、あー、カップル、おすすめですよね。ほんとだね。そしてここからね、もう怒涛のスポット巡りですよ。なるほど。もうこっからスタートしまして、レストランさくらの裏側といいますか、はいはい、もうあの辺ね、もう全部雰囲気が良くて、なおかつ人も少ないんです。これもね、もう裏側まで、ここもね全部ね、こう港っぽくなってるんですけれども、レストランさくらの裏側ずっと歩くことができるんですよね。そうなんですよ。ここも意外と気づかないですよね。そうだね。そしてね、そこら辺も全てベンチが置いてありますから、親切にね。綺麗なね、景色を眺めながら没入することができるんですよ。なるほど。アメリカンウォーターフロントに没入できるわけですね。もう目の前にやっぱり水があるとね、雰囲気いいですよね。あー、それはあるね。なんか落ち着くよね、水辺って。そうなんですよ。だから僕はね、この辺りではなくても雰囲気に浸りたいなと思ったらね、もう持ってる水を自分の前にこうかけて水たまり作ってますから。そんなことやってたの、あなた。もう世界観に浸りたいのでね。人工的に作り出してるじゃん、それは。まあ、水にも浸ることができるという一石二鳥なわけですよ。まあ、あなたがいいならね、人に迷惑かけちゃダメだよ。人にもちょっと迷惑かけちゃうので、ちょっと今後は気をつけたいと思います。偉い、素直です。そしてね、もうレストランさくらの裏側ぐるっと回りまして、どこも素晴らしいんですけれども、そこからね、 SS コロンビア号の方に向かっていきますと、右側にピア32という鳩場があるんですよね。うん。そこもね、人がいないんですよ。どうしてこんなに人がいないのか。こんなにも素敵なのに。もしかしたら僕たちにしか見えてないって可能性ありますね。怖いね、それね。こちらもやはりね、ここに立ち寄ろうと思わなければいかないスポットですので、うん、やはり人がね、来にくいんでしょうね。そしてこちらは何と言ってもいいところは、屋根がありますから、もう雨、風、雪、槍、肉巻きおにぎり、餃子ドッグ、骨付きソーセージ、こういったものをね、避けることができるんですよ。終盤のものに関しては個人的に避けなくてもいいかなと思ったけどね。結構なんか飛んでこない？飛んできても一瞬で食べれるから。
嬉しいことなわけですね。そう、ゆんすけさんからすると。ただ槍に関してはご勘弁だね。だからそういうのも避けることができるんです。なるほど。ここもね、もう SS コロンビア号結構迫力のある位置で見ることができますから、うん、一押しなスポットでございますね。もうカップルなんかもうここでもう行っちゃってくださいよ。おお、何を言っちゃう。まあ初めて手をつなぐとか。なるほど、ピュアでいいですね。甘酸っぱい香りがしますね。もう盛大にパーッと、おプロポーズでもいいです。いやいいね。ただ注意しなきゃいけないのは、はい、結構暗いので。確かに。もうカバンの中からゴソ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 指輪を探すなんていう習態をさらさないように。それはちょっと習態だね。で、挙句の果てにポロンなんつって暗くて全然どこに行ったか分かんないなんて、コロンコロンポチョンなんてね。ああもう、まあでもポチョンしてもアリエルがこれ落としたわよって出してくれるから。まあそれはちょっとありえないですね。ありえるでしょ。ありえないです。はい、そしてね、お次はこれも近くなんですけれども、 SS コロンビア号の前のケープコットに向かう道の左側に見えます、ちょっとねこう高台になっているエリアがあるんですよね、うん、こちらもねベンチがございまして、こちらもね人がいない。なぜだ。いや、なぜなんでしょうね。やはりディズニーって皆さん目的を持って歩いてるじゃないですか。まあね、そうだね。アトラクションとか、うん、レストランとか、うん、ショーパレードなど、はい、そういう目的を持ってる中であんまり何も考えずに座るっていうことをしないんじゃないかなと思って。まあそれはあるね。なので、あの通り沿いですとかアトラクションの近くにあるベンチとかだと座るんですけど、わざわざ歩いていかなきゃいけないベンチとかはね、ちょっとやっぱり空いてる傾向にあるのかなと。確かにね。確かにベンチに向かって歩こうって思ったことないもん。そうだよね。通りがかりにあれば座るけどっていうような感覚だもんね、うん、ということでね、こちらのエリアももう SS コロンビア号をド迫力で見ることできますからね。うん、タイタニックの映画を見てるようなもんですよ。おすすめなスポットでございます。そして最後、こちらは SS コロンビア号のカンパーニュでございますね。カンパーニュではないです。違いますか。違いますよ。カンパンです。あ、カンパン。もう散々助けられてるでしょ。非常バッグの中に入れて3年ぐらい持ってるでしょ、ね、あ、それはそれは非常食のやつですから。あ、そっか、缶詰に入ってるね。そっか、ボケにボケを足さないでくださいよ。もうなんか、いやもうごめんごめん、もう欲しがりすぎちゃって。こちらのね、カンパンはですね、まあ、正直以前に比べると人が増えてきたなと感じるのは私だけでしょうか。それはあるよね。うん、この世の中にインスタ映えなんちゅう言葉が出てきましたからね。はい、そうなんですよ。結構ね人は多くなってきたんですけれども、それでもねおすすめしたいスポットだなというふうに思いますね。うん、本当だよね。やはり甲板高い位置にありますから、アメリカンウォーターフロントからね、そしてプロメテウス火山などもう綺麗な景色を一望することができますし、そしてね花火の時間帯なんかもね綺麗に見えるんですよ、花火が。いやもう本当にあのロケーションに花火が加わったらもうすごいよね。鬼に金棒ですよ。おい、今回はボケずに意外とちゃんとした言葉を言いました。もうそんな僕がボケばっかりする人みたいな。いやもうすごいスルーパス出したなってなんか内心どやってたんだけど。もうね、甲板にいるっていうだけでもうなんかテンション上がるじゃないですか。いや本当だね。あそこ行くとね、もう僕頭の中タイタニックの曲がずっと流れてますから。いつね船が沈んでちょっと自分がかっこいいところ見せれるかなっていう。なるほど。そういう期待を持ちながらね、いつもいつ沈むかなと思ってるんですけどね。その感じはすごいサイコパスだね、なんか。ちょっとリアルに言わないでくださいよ。うん、ちょっとびっくりした。冗談ですよ。本当に冗談ですよ。二人で甲板行った時とかもなんか、ね、はい、僕助けてくれる、仮にそれで沈んだ場合。ちょっとそれは時間をください。でも二之助さんとタイタニックのあの甲板のシーンやりたいなとは思ってますけどね。僕はやりたくない、ね、誰も見たくないじゃんそんなの。まあね、カップルなどといってもロマンスが溢れる場所になっておりますので、ぜひこの甲板にも一度足を運んでいただきたいと思います。はい、ということで今回はアメリカンウォーターフロントの人が少なくてゆったりとできるスポットをご紹介してまいりました。いや、やっぱりさすがですね、
アメリカンウォーターフロント。いやー本当にさすがだよね。ぜひね、一日歩いて休憩したいとき、またカップルで行ってね、こうゆっくりと時間を楽しみたいとき、今回ご紹介したスポットに足を運んでいただければと思います。もしかしたらね、疲れ切った二之助に会うことができるかもしれませんので、皆さんその時は優しく毛布でもかけてあげてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは本日はこれにて終演でございます。私たちのチャンネルではディズニーをもっともっと好きになっていただくためのお役立ち情報やパークフードレビューなどを配信しております。動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価をしていただけますととても励みになります。よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。